さあ今回も始まりました。はい、ダイブしちゃうぞ。はい、というわけで、はい、気がついたら、はい、もう1年ぐらい経ってますよね。今日ね朝その話になりましたけど、そう意外と続いてます、ね、この番組、ね、これ来てるねっていう話ありがとうございます。もう私のはね毛玉だらけになってますからね。私もいい加減に衣装を、ね、そろそろ新しい衣装が欲しいですね。冬用にしたいところですけれども、はい、さあというわけで前回までの振り返り、うん、まあ、前回まで良かったのかな、ちょっと上がったんだよね。そうちょっと上がりました。必勝版連中を2人に逮捕して、まあ、でも2人に1人逃してますけど、大丈夫なのかな。大丈夫です、はい、今回の容疑者も来てもらってます、ね、はい、こちらの方を呼んでおります。どうぞ、どうぞ。わーい、久しぶりです。ネギモです。はい、パチセレ久しぶりです。まあ、こちらのお嬢さんはいいよ。また年の話とか触れるのやめよう。そうじゃねえよ、マジで。いや、もうそうやっていいんですよ、そういうタイトルなんで。いや、頑張ってんな。すげえ頑張ってんな。頑張ってるでしょ。うん、お墨みつつけて頑張ってんな、本当に。そうですよ、三つ星警官です、私。ね、なんかもうさ、もう辛いですよ。ガキデカみたいな帽子かぶっちゃう。すいませんね。本当に。30代って辛いんですけど、うね、まあ、こういう番組なんで、うん、しょうがないです、しょうがないです。必死じゃないです。しょうがないです。必死な皆さんを見られるのはこの番組だけっていうね。あのごめんなさい、ちょっと上からですけど。まあ、いいですよ。あの川原さんはね。川原さんは25歳 ?26 歳です。6歳です。はい、かわいいな。ありがとうございます。言ったらアラサーだよ。いいんです。払われちゃった。頑張って、こうならないようにね。そう、気をつけて。ね、気をつけて。ごめんなさい、なんて言ったらいいんですか。いや、頑張ります。入りきってる感じにならないように。はい、はい、ということで。はい、ちょっと、なんか、あれですよね。なんか問題があって呼ばれたわけですよ、ね、問題、まあ、容疑かかってますね。逮捕状が出ております。はい、はい、じゃーん。逮捕状、被疑者ネギ坊をいい年して脱サラ容疑で逮捕する。おー、はい、そうなんですよ。見てる方に説明しますと、はい、スロマが辞めて、うん、その後メーカー入ってケピータガサホに2年いて、でつい最近辞めて、ちょうどこれ1ヶ月後ぐらいやめてね。ほやほやですね。やめて、だからフリーの大先輩ですよ、お二方。まあ40、今年で40ですよ。今年40ですか。もう40になりますよ。あら、40で。40。はい。これから頑張っていろいろテレビ出てね。儲かるでしょ。いやー。儲かるでしょ。カツカツですよ、カツカツですよ、見て。カツカツ、カツカツ、儲かるっていう噂で飛び込んだんですけど。それはってんじゃないですか。いや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 、またそういうこと言う。はい、だって、ミカ姉のアドバイス聞いてやめたんですよね。いや、うん、違う、そういうお金の話はそんな。頑張れば大丈夫だよって言われたんで、じゃあ頑張ってみようかなと。そんな上から目線で、先輩ですよ。そんなことないですよ。まあでもね、俺は分かった。頑張るというのはこういう格好することを頑張るんだなっていうのが分かったんで、僕もちょっといろいろとコスプレとかして小さかったらしていただいて全然いいですけど、そういう努力が必要だっていうのがよく分かったんで、はい、まあ、これは何なんでしょうね。いやいや、そうそう、すいません。いやいや、大丈夫、とりあえず謝ります、すいません。なのであんまりね、ちょっとお二方いじめちゃうと、いじめちゃうとき言っちゃうと、はい、今後番組出られなくなっちゃうんでね、もう何回でも逃げるんで、何回でも捕まえに来てくださいね。わかりました。そのためには今日逃げ切らないとダメですよ。勝たなきゃダメです。だってもう、はい、もうだってパツロがただの好きなお姉ちゃんでしょ。そう、なんかまあもうただただぶっ込むお姉ちゃん。負けるわけがないですよ。ちゃんとやります。いや、今日は勝ちます。ちゃんとやります。なんで、はい、余裕だと思います。そうじゃあもう逃げるんで、はい、はい、じゃあよろしくよろしくお願いします。はい、あ、はい、水瀬巡査、容疑者がホールに逃げ込んだ模様です。川原巡査、行くわよ。はい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 。さて、ここでルールを説明しておきましょう。水瀬巡査と川原巡査は乗り打ちでパチスロ勝負。その乗り打ち収支が容疑者の収支を上回れば逮捕となります。今回の逮捕劇の舞台となったのは東京都新宿区にありますコスモ高田の馬場店。人気機種をバランスよく揃えた駅前店で連日多くのお客さんでにぎわっています。どけどけ、追い残していかれた。いや、もう本当プライベート外線しか打ってないに近いので、本当だったら実戦時間短いので外線打つんだったらジャグラーとか打った方がいいのかもしれないですけど、まあ、みんななんか争うな気が打つので一気に勝負決めたいと思います。それでは実戦参ります。今回も北斗で頑張りたいと思います。さあ
まあ、リセット後は1でも 25% で降格スタート、6だったら 33% で降格スタートなんで降格の期待は持てるんですが、なんかここの店長スロット詳しそうな気配があるんで、ガックン対策してるんじゃないかなと思ったんですが、どうでしょう。まあよく回るやつなんでね、そんなに投資がいかないでハザーたりゲットできればなと。当たってからがね問題だな。お、早速イムジン。あ、でも北斗立ち回りとしては正解なんじゃないですかね。本邦の広告を狙っていくっていうのは、一番下うまいっちゃうまいのかな。延長数えます。わあ、ここちょっとなんか違うな。また天国準備にいなかったんで、中段切らないで直撃してる可能性がある。レア役立て続けに引いたんでどれかでヒットしたと思います。あ、簡単だな。とりあえず投資なら1000円です。はい、一応あの犯人だけど律儀にポリスに教えに行きます。ポリス、なんかね333って揃った。ええ余裕だな。あんな小娘たちには、まあ、一人おばさんですけど、小娘とおばさんには負けませんよ、タグ。早い。もう当たってる。何で当たったんですか。何で当たったんですか。何で当たったんですか。まあいろいろ。いろいろ。いろいろだよね。いろ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 起きたんで、いろいろ。ガクンした上にジャギステージということで、ちょっと降格の期待が持てるんじゃないかと。強チェリーで、下パネルで今強チェリー 50% でねチャンスゾーン入るんで、これは2分1でいきます。弱いな、周りのキープアウトが黄色いまんまだし。わあ、ダメだ、外したくさい。わあ、 50% を、すいません。つい最近というか先週ですね、北斗で一撃6400枚出したばっかりなんで、今絶好調です。今日も6000枚とは言わずに、まあ4時間なんで満枚は厳しいと思いますが、そうですね、4時間の限界くらい出せるように。お、あ、そうか、チャンス目来ましたね。まあネギ坊さんをギャフンと言わせるぐらい差をつけて勝ちたいと思います。そう、ジャギチャンス目で当たったの。もしチャンス目で当たったとすれば合格だった可能性が高まりますが、
合格中のチャンス目って当選率設定差があって6で 20% 弱くらいだったかな。1が 10% 12% ぐらいだった気がするんですけど、そんなスローでは当たったらまあまあっていう感じですが、お、当たりましたよ。というわけで合格だったんでしょうかね。やったね。弱チャンスメロトン、まあ、オーラーレインボーでいいよ。変われ青ね。あ、100倍のボーナスじゃないですか。違いますよ、100倍のボーナスじゃないです。あの、私、つい最近6500枚規定出しましたから大丈夫です、いけます。俺と同じで負けすぎないよ。はい、というわけでサウザー、まあ、最低 79% あるんでね。ただセリフなしの一番寒いパターンで来てますので、姿勢がないので本当に寒いです。この後の攻撃次第ですが、自爆攻撃ですね。当たるのかよ。じゃあ薬かなんで、まあ、聴覚はほぼないでしょう。雲が動いてませんよ。嘘でしょ。いや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 、これね、転生なんとかとかだって、わかるのにと思ったら、まさかの一番弱い攻撃で負けたという。もしリップ3連、あ、リップ4連やった。リップ4連で、ここでもう G ストップが確定したんで、この次です。怖いな、まあ、リップ5連いかなかったけど、まあ、で、リップ4連なんで、これ2個出てくれば3連打当たったことになるんで、この C ストップすげえでかい。今日時間本当はあんまないんで、システムではないんで、でかいな。で、V、まあ、V と S。狙う必要性はないんですけど、一応ね、テーブルでちゃんとあの押したときに決めてるから、なんか狙ってみたくなる。 G ストッパー、 G ストッパーで楽しいです。 7S、 これ戻りできないと厳しいぞ。アウトダメです。これが今の1回目のチャンスを俺は自ら逃してしまった。はい、あいるかも、いるいる、いいね、いいね、いいね。あー、やった。あー、でもこれ普通に当たりの可能性があるんだよな。でこれで中段にゴッド止まったら、今上から2番目だったんで、ちょっと待って、あ、おちょっと待ってよ、おい、本当にさ、見てます見てます。ああ、ってことはあれですかね、ゴッドじゃない。これ一番上だったら中段ゴッドの一角なんですけど、これさっきの当たりました。めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ。嘘、打った方がいいよ。マジか。はい、ここ集合。こういうのをね、生かしていかないと。で、あとここで油断したらダメなのが、まだまだ続けていかないといけないので、これまだまだある。これをね、もうポンポンとやっていかないと。いや、ちょっと今のは油断しましたね。あー、いいね、いいね、楽しいわ。楽しいんで勝つ。
いいね、ちょっとチャチャでも入れてこようかな。あれ、なんか6000枚出てるんじゃないんです。あー、2枚目入りますけど、はい、すいません。頑張ってね。私1回当たってますから、一応向こう当たってませんから。まあ、それいつものことなんで、はい、押したい、押したい。まだ押せる状況じゃないです。押せる状況じゃないです。押さないと、頑張って。なんか順調そうじゃないですか。順調に進んでますよ。順調に。そうです、いつもテレビで見てる感じで。あ、そうですね、はい、順調です。なんかまた当たってますよね。まあ、また当たってますね。なんかゴッドなのに当たり軽いですね。おかしくないですか。アマチュアとプロの差ですよ。即レア役を引いていくっていう。初当たりの当たり方がちょっとね、おそらく互角スタートの弱者薄めで当たってるんで、気になるっていうところで粘ってるんですけど、今の時点でそれ以外にレア役の落ちも悪いし、今回は大体負ける川原巡査も新基準期ということで、いつもよりは大負けのリスクが少ないでしょう。とはいえ水瀬巡査もあまり投資しないに越したことはありませんが、ここでいなかったら一巻の終わりだ。痛い痛い痛い。ということはやっぱ上がってて当たったのかな。あー、とりあえず465ゲームで2回目の AT 強チャンス名の当選ですね。ああ、追加投資が1万円です。お、復活、よし、藤子さん、はい、やっと今日チェリーでチャンスゾーン入りました。だけどまだチャンスゾーンですからね、これね。チャンスゾーン、ルパンザチャンスで、私いつもヒーローモードで行くんで、でね、ジコさんのやつで行くとタイプライターが出て外すとちょっとメンタル的にやられちゃうんで、これでもう一回チャンスゾーン頑張れ。
でしょう、これは。よし、もう一回入りました、チャンスゾーン。どうしようかな、なんかヒーローモード怖いから。今日は藤子ちゃんの日なのかもしれない。プラチナドライブで行きましょう。あれ、おおお、熱いんじゃない。よし、出ます、下のボタンが。イエーイ、よかった。なんとか当たりました。ありがとう藤子ちゃん。ポリス2人がそこそこの投資状況となっているので、この時点では容疑者がリード。ただ投資速度が倍近く速いので、ちょっとでもハマると一気に形勢逆転となる可能性が。3連続、次そう。というわけで、D レベル2以上確定の状態で、激闘まで行ったんで、ここから継続期待度 84% です。さっき 79% 外しましたけど、今回はどうでしょう。怖いですね。これ外したら本当にやる気なくなるわ。来た、特殊攻撃出しても AT レベル2だか3以上なんですけど、これは普通のパンチ、決まりの攻撃以外。
いたぜ。よし、継続。お、しかも全部ありますね。お、因縁の対決。これは結構熱いぞ。これでエースト確定なので、次は継続が確定してますね。セレブなしと星なしでそろそろ終わりそうです。そう、しかもジャギ外して、あー最悪、あのジャギが乗ってれば流れ変わってたぞ。671万円。はい、やっぱり終わりました。もう天国に、あの、なんだろう、レバーでもういきなり神殿に入っていったので、天国の天国以上なんですけど、でもそこで全長のこれ最後です。なんだかんだ、あの、川原さん煽ったりとかしてたんですけど、自分ももう持ち込み少なかったんで、いやーそうですね。まあでもいい感じで、今308ゲームで天国にもう2回目だと思うんだよなみたいな感じの挙動をしているので、すごくいいと思います。ここは続いた方がたくさんクラムを引いて枚数稼いだ方が良いと。なんか怪しいな。あ、セーフ。行くな行くな。いただいたぜ。ちょっと貯めれなかったのかな。でも、お、暑いね。藤子さんだったのがちょっともしかしたら関係あるかもしれないですけど、もしかしたらまたストックするかも。から当たりました。ライブもまだいいところにいるような気がします。トータル的にはかなりいいぞよ。次だぞ。はい、あー、これはキナナのお願いでもな、竜巻だからビッグレーなんだよな。おっしゃ、きたー。そして、あ、また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 、おいおいおい、うまいなおい。あ、まだ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 ある。はい、まあ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 、もういいね、いい、素晴らしい。出玉をアピールするという作業は、行為はこれ、あの、重要なので、やべえと思わせるためにこれ、あの、全然入れてないですけど2箱入れちゃうんですね。そうすると、え、もう2箱みたいに思われるので、これは作戦です。あの番組見てると、やつら人の出玉を見ながら、なんかあの人もういっぱい出ちゃってるから逆転しなきゃみたいな、で荒い機会打つじゃないですか。その自滅を狙っていく作戦で、アピール作戦、あの、
2箱出てますって2箱超アピール実はそんな出てない672枚。まあまあまあそんなか。でも900枚投資なんで、まあそんなにまだマイナスにはなってない感じですね。そこまでポリス2人はおよそ300枚ずつのマイナスなので、プラス収支は射程圏内ですが、肝心なのは容疑者に追いつけるかどうか。大ハマりは禁物ですぞ。余裕っすよ。もう一発残ってます。え？もう一発あります。あ、でもやっぱ一発だけですか？いやいや、もう一発以上あります。もう一発以上あります。本当に？そろそろまったりしたの打ってると追いつけなくなります。いや、私はでも出してますから。100枚をちょっと逆押ししてみてください。逆押し。中押しでか。余裕だな。3枚くれてやるよ。余裕だよ。向こうがもうプラっちゃってるから、結構頑張らないとやばいかも。中断チェリーを。出目の状況。うわいいねいいね。ということで、ここで前半2時間が経過。やはり気になるのは投資速度の差でしょう。容疑者も出続ければ話は別ですが、1回でも大きくハマってポリスがそこそこの収支で収まればまだまだ分かりませんぞ。中段チェリーからの当たりでございます。北斗北斗来い。あ、緑来たぞ。左だ右だ。うわ、なんか怖いな。北斗拳来そう。あ、そうでもなかったけど避けてよ。これで久保動いてなかったらやだな。左だ。貴様の執念などそんな。うわ。ちょっと緑オーラで。しかも AT レベル1じゃないはずなのに。うわー、やだやだ。まあでもね、この間レインボーオーラで2連でしたからよくあることです。チャンスだけど弱いね。お、緑。声ポンテで全然当たるんで、このチャンスゾーンは。ただタイトルが白いな。
です。せっかくチャンスゾーン入ったのにさ、あーもったいない。どうしたんですか？いや、ちょっと様子を見に来ただけです。あ、当たってないんですか、もしかして？いや、ターンもあるんで。あれはちょっと飲まれ始めてますね、きっとね。あれ？でも待って、お姉さんも飲まれてるやん。とにかくどこかでまとまった出玉を得ないと容疑者を捉えるのは難しい状況になりつつあります。そのためにもまずは初当たりが必要なわけですが、お、お願いします、当たってください。真剣初期未来を生まれたマミヤ、頼むから吉連さん以上続いてくれ。赤まで行けば大丈夫だから。あー、これはやらかしてるじゃないですか。とりあえずここ外しますね。あとで当たるパターンかな。おお、サバ当たってる。誰だ。あー当たった。時ではない。ポットランプスタートがいいな。最低のスローラーガオー、セリフなし。ご通販やめて、欲しいもないですね。多くてそうな気がするな、これ。ほら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 、あーダメだ、今日調子悪いわ。ケンシロウの調子が悪い。ケンシロウシロ復活。左の台も朝ジャギステージのスタートでってこともあるので、隣の台に移動しましょうかね。この台ちょっと微妙ですね。子役はもう、まあ、レア役は全然1位以下です、出現率は。開始から2時間40分経過。ここまで大きいハマりがなかった容疑者ですが、ここでついにハマり始めていました。しかも追加投資目前です。こうなるとコイン消費速度の差が効いてきます。川原潤さんは後半に入ってまだ当たっていないのに、まだ持ちコインで遊戯中。これは面白い状況になりそうですよ。張り込み行きました。銭形ステージはあれですよね、限りプレイとさらにロイヤルロードの突入率もアップしてるんで、なかなかステージじゃないです。またこちら5個溜まって銀なんで、お、チェリーが3連チェリーになって、お、こっちはあ、ロイヤルロード突入率アップなんだ。それはかなりいいやつですね。なんでまあチェリー、普通のジャックチェリー引けば、引いただけでかなりチャンスはある。鍵がすごい溜まってくけど、お、チェリー来た。でこれが3連チェリーになって、3連チェリーの 50% でロイヤルロード突入です。お願いしますよ、チャンスね。
ベルも来た。こっちも 25% でロイヤルロード突入。もう特別警戒モード入りました。おなんだなんだ、ゼニロボ、おゼニロボ出動、レベルアップ。これは暑いぞ。カウントダウン5から、赤、赤になった。これはいただいたでしょう。川原巡査がなんとか持ちこたえているので、水瀬巡査もエースの意地を見せてほしいところ。当たりは引けているので、あとは継続させるだけなんですが、え、お、今でかい夏も出て落ちなかったんで、ここで当たりますかね。おた、あーよかった。216ゲームで中断中にから追加投資が4000円です。さあ、あれ、もう激闘の信頼度めちゃめちゃ低いですよ、私の中で。これ終わったら、ほら、激闘とあの宿命逆じゃないですかね。おかしいな、ロックオンでもこんなことやってたら、なんだこれ。これあと1時間ぐらいなんで、多分この投資スピードだとあの打つスピードで追い抜いちゃうと思うので、ちょっといっか、でもここでやめんのかよ。本当だったら絶対やめないんですけどね、こんなの。だって846でしょ。ちょっとね、ちょっと下の様子見てきます。ノーマルで良さそうなのがあるか。あと今日末尾5が結構ホットとかも当たってるんで、ちょっとその辺を見つつ。なんかすごいハマってるみたいじゃないですか。いやどうしようかなと思って、ちょっと微妙微妙、すごいギリギリ。あ、そっかな、まあ、1枚打っちゃうか、1枚打つか打たないかって。あ、いや、とりあえず投資1万円までは打っちゃう、その投資持っていきましょう。2分の1外すと本
本当ショック。あ、でもあるな。よし、まあ3つでいけたんで、よしとしましょうか。やっぱストック欲しいですよね。あ、ここで落ちる。残念。容疑者の特大ハマりで一気に形勢逆転のポリスチーム。ただ微妙な差だと思われるので、おそらくラストチャンスのこの AT を時間いっぱいまで継続させたいところです。はい、ということでですね、単発続きでもう心が折れてしまいそうですので、この辺で実践時間も終了ということで、実践終了となります。まあネギ坊さんめっちゃ使ってると思うんで大丈夫だと思います。お疲れ様です。川原巡査同様、当たりはそこそこ引いたのに結果がついてこない水瀬巡査は残り10分でチャンス到来。当てて2、300枚でも稼ぎたいところですが、20だよ、ま
危ないっす。背後40。僕ハート出てきたらおしまいだよ。ああ微妙だ。はい、難しい。もうダメです。もう時間的にもう無理です。やめましょう。いまだに結果が分かんない。プラスそうですね、俺あの天井手前裏天でまさか当たると思わなかったんで、はい、あのよくパチセルさんで裏天裏天とか言ってて裏天じゃないみたいなのは俺テレビで使うんですけど、う間違いなくこれら裏天だったんで私のは裏天じゃないでしょ、いつも突っ込んでるやつ。あいつ違えよっていう。ちょいちょい違う。違うことです。ちょいちょい間違ってるから。まあまあまあ、全然 OK。はい。はい、ねぎさんから。ねぎさんから。はい、お願いします。はい。発表のお願いします。マイナス1124枚です。マイナス1124枚なんで、1125枚以上お二方が負けていれば、私の。ですね。逃亡になる。なんで2人でなんで、2人で2250枚ぐらいですか。負けてたら、まあそうですね、アウトってことですね。はい、川原巡査のからいきますね。はい、私が、投資が18,000円の900枚ですね。で、回収が90枚。あ、そうだったの。90枚。出てたかと思ってたのに。いや、飲まれたんです。90枚。あれあれ、最後さ箱流してなかった。あれ人、他の人のあれ、いや、あれは他の人のだと思います。あ、なんだよ、俺2人も流した。そう、なんかこっち向いて、なんか、って顔をしてたから。ふざけんなよ。そうなんですよ。俺、川原さんすげえ頑張って、なんだかんだね、ちょっと言ってたんです、俺もうね、川原さんを騙すようなことばっかり知ってます。水笠戦法してたの。え、要はから、ニャンコ出てれば、うん、やばいっていうふうに思うと思って、言ってた、言ってました。だから、え、何あれさ、はい、めちゃくちゃ積んでなかったでしょ。全然300枚ぐらいしか入ってないんだ。え、そうだったんですか。で、それをね、カメラさんに言って、あんな入れ方はしたっけなと思ってたんですけど、俺いつもガッチガチです、うん、だけど、ニャンコにしとけば川原巡査はやばいです、皆さんって言って、で、なんか洗い台打って出てますよね、言ってたの。まんまと作戦にはまったんですけど、あの洗い機械打ってくれなかったんで、だいたいそういう時って洗いの打つじゃないですか、どっちから、まあまあ、なのになんか今日2人ともちゃんと粘って打ってるから、ちょっと参りました。まあ結構ルバーも悪くはなさそうだったんですよ。初当たりも軽くて、チャンスも軽くて押せました、押せました、押しました、押しました。でも、まあ、飲まれに飲まれて、はい、最終的に私はマイナス、はいはい、810枚、はい、ですね。810枚、はい、ってことは今の一人の中止だったらネギさんに勝ってる、うん、勝ってるってことでしょ。で、私の中止次第ですけれども、うん、私が投資が28,000円、28,000円、はい、回収が265枚と、はい、あれということでマイナス1135枚です、はい、で、2人の収支を合わせますと
割る2をして1人当たりマイナス972枚ということで謙虚でございます。謙虚率アップ。よし、はい、お願いします。あ、でもいいですよ、これ。だって逮捕されないと、だって自殺しだすとか、そんな話になる。あ、こっちね、こっち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 か、だったらね、いいよ、いいよ。だって見てください。いいよ、こっちが自殺しだすんだったら。出すわけねえだろ、それこそさ。出すわけねえだろ、それこそやべえ、やべえだろうと思ってたんだけどさ。出さねえよ。こっちだったら全然いいよ。腕白いっすね。そうなんですよ。あ、黒い黒くないです。私白いですよ。焼けたけど。いろんなとこが黒そうですけど。そんなことないですよ。腹の中。そんなこと言ったらみんな勘違いするじゃないですか。いろんなとこが黒そうです。みのりに後で見せるから。後で見せるから。大丈夫大丈夫。黒くないから。ピンクだからピンク。腹が黒いとかさ。腹は黒いわ。あれ？それは認めます。すいません。どこの話？どこの話？というわけでね、先輩がもし天井まで行ってのループありの方だったらやばかったわけですよ。はい、いや本当ですね。だって主観的にダメだった。まあ確かにそうなんですけど。まあ調子乗ってたからね、途中で。あ、ちょっと待って、それさ、三枚差とかじゃないよね。もし三枚差とかで負けてたら、俺川原純太がなんか AT 中に押し順ミスしてよって言われたから、あのわざと押し順ミスったんですよ。だって言えって言われたんですよ。そしたらミスさしてこいって。3枚マイナスになったんで。そうですね。そんな差じゃないですよ。まあ AT 中だからあんま意味ないなって思ってやれる。クソやろうじゃないいいじゃないですか。久しぶりに出たんですけれども、はい、今散々な結果でしたよ。でも楽しかったんで、あのまた犯罪を犯すのでちょっと犯罪、本当の犯罪はまずいですけど、はい、あのちょっと今日もツイッターでね、あの2人のなんか盗撮画像みたいなのをいっぱいアップしたら、はい、みんなうひょうひょうって喜んでたんで、あの次はそっちの容疑で検挙してください。え、そのためにあんまりそういう画像を上げないでくださいね。はい、大丈夫ですか。本当に訴えますよ。はい、訴えますよ、この人。本当に訴えますよ。気をつけてください。はい、訴えることにやめときますね。はい、はい、というわけで今回はネギ坊さんを逮捕ということで、はい、やったー。また次回もね、はい、そうですね、誰が来るか分かりませんが、誰が来るんでしょうか。はい、逮捕できるように頑張りましょう。頑張ります。はい、というわけで今回の逮捕者はここにて終了です。また次回、さようなら。また出るよ。